スレドニストグ文化は、紀元前4500年頃から、紀元前3500年頃にかけて、ウクライナと南ロシア、ドニエプル川中流域からドン、川下流域までの一帯のうち、それぞれの川岸のあたりを中心として存在した、同期時代文化。これまでおよそ100カ所の遺跡が発掘されている。居住地はどれも小村であり、住居は小さく、半地下式ないし地上式。 牛、羊、ヤギ、豚、犬を飼い、アカシカ、ノロジカ、イノシシ、ヘラジカ、カワウソ、オオカミ、キツネ、ビーバー、オナガを飼っていた。漁業も盛んに行っていた。馬の骨がバクと思われる道具と共に大量に発見されていることから、この文化は人類による馬の家畜化の起源ではないかと注目され、 これは、インドヨーロッパ語族の集団の発生に関連するものと推測されている。外角を強化加工した剪定土器、石英のナイフ、鹿の角を加工したツルハシや土や斧、砥石、石臼などが見つかっている。細細ながら、農業も営んでおり、エマ小麦、大麦キビ、エンドウ豆などを栽培していた。土葬を行い、墓地は小規模の集団墓地。 同じ墓穴に複数の遺体が埋葬されているものもある。遺体は膝を立てた状態で仰向けに寝かされ、オードがかけられている。副葬品も見つかることがある。ユーリラサマキンは、この文化においては、各地方の文化的相違があまりに大きいことに着目し、スレドニストグ文化を少なくとも4つの地方の文化の総称とすべきであると提案している。 スレドニストグ文化は同時代の西方のトリポリエ文化と接触があったことがわかっている。さらに、異物、経済、双方から判断して、スレドニストグ文化は東方のクバリンスク文化と密接な関わりがあったと考えられ、このスレドニストグ文化とクバリンスク文化はヤムナ文化の形成に重要な役割を果たしたものと推測される。 インドヨーロッパ語族の起源についての仮説であるクルガン仮説に基づけばスレドニストグ文化の拡大過程はインドヨーロッパ語族の話し手の人々によるヨーロッパ南東部への最も初期の移住の波の一つを示しているものと捉えられる。ありがとうございます。